疲れ様です。今日はですねこちらメガドラフトでユニットしか選べないロワイヤルやっていきます。はい、ということでね、ちょっと前にこのメガドラフトモードで、まあ、呪文と施設のみはいロワイヤルをやったんですけど、結構好評だったので、まあ、それのね残りの、はい、ユニット版をねやろうかなと思います。まあ、早速ねやっていこうかな。なんでユニットしか選べません。呪文を取れない、あと施設を取れないので、まあなんだろうね、エレジャイとかあとゴブリンバレルとかが嫌ですねっていう、その辺に対して対応できるカードを取っていきたいという感じかな。まあメガドラフト基本的に呪文がやっぱ強いんで、てか呪文多いし施設も多いやんっていうそこ全部取れないのでどうしようかっていう、だから呪文っぽいカードを取っていきたいよな。はい、まあゴール内はねタックルしていって、まあ小物呪文的な役割をねしてくれんのかなみたいな感じで、いや取れるカード結構少ねえな。呪文と施設ないってやばいっすね。半分ぐらいしかカードないから攻めカード俺が全部独占して相手に攻めさせないぐらいのことをやんないと、そうやったら怪しいのかな。これドリルは施設です、でゴブリンバレルは呪文です。はい、なんで、あー結構めんどくさいねこれやばいな、ユニットだけね。はいはいはい、いやどうしよう、バルキリーとかね、取っといた方がいい気もする。だからね、攻めは多分問題ないんですよ。そう。そこそこ、だってゴブジャイロイジャイ三重士とか、したくなくても、しないといけない。あー、キョスケ取られたの、いった。いや、これアウトローとかでも取りていける、ウッド取られるしな、みたいな。これだいぶ怪しい。ちょっと待てよ。めちゃくちゃ呪文欲しいな。マジアチャとかいてくれたらな、すげえよかったんですけど。まあ、エレジャイとかもちょっと欲しかったか。え、やべ、暇すぎる。アウトロ取るか。強いんでね、アウトロはね、マジで強い。まあ、自分がウッドとか、ヤナアメとか、ファイボとかをね、取れた時ですけど。いやー、取られたんで。わー、これ、相手選び放題だな。なんか屈辱だな。うわこれどうしよう。ドリル強いんですけど、ドリルってドリルプラスの呪文が強いわけであってね、ドリル単品で考えたら防衛され放題ですね、冷静に考えて。あー呪文なし結構やばいかな、頑張れそうかな。いやロイジャイはミニペッカいるし、ゴブジャイ、あ俺や、いやーゴブジャイにしたけどみたいなね。はいこれいやピック下手だろこいつ、これやばいな、いけるかな、ちょマジ頑張ろう。ゴブジャイを通すしかない、また三重視、あとゴルナイ事故っすね。いや呪文ないってのもやっぱ思ってる以上にハードかもしれねえな。施設がないぐらいだったら、まあそれこそ今回ないけどトリトンとかあればね、ジャイとかも引っ張れるしなんですけど、こういうね相手だと呪文が欲しすぎてやばい。ウッド1枚だけでもいい、1枚でもいい。さあこれはちょっと連れてきて、まあ、マイティがねいるんで、これもう裏のこのディガーでカツカツ削るがプランですね。はい、このマイティ突破できないんでね冷静に。あとアーチャーに対してゴルナイダッシュとかも、まあ、狙えたら狙っていきたいけど今じゃないって感じか。うん、はい、で今回相手の攻めカードなんだっけ俺が全部取ったから覚えてねえな。さあガチでなんだ、攻めカードないポイズンだけ俺が取ったからねえんだね。いやほんまにないパターンあるよ。うわー、ちょこれ高め三振したいですね。やっぱ後ろ三振強いんですけど、高め三振やっぱね事故るんですよね。事故らせたい。あー危ない、キョスケ俺もうこっちのこの辺にね、この辺に出してもう全部生かす。はい、キョスケの爆弾当たんない。しかもこれマスケが先に1体行ってからの遅れて合流する。え、でいやめっちゃめっちゃこれディガーあるの、熱っ。
そう、で毎日潜んな。うわーめっちゃいい、その潜りは。呪文がなかったらいいな。それ俺か。あーやらめずる。いやーこれ最後削れんやん。リがあるのか俺。ちまちま行こうぜ。え、まだ相手多分マジで攻めカードねえわ。何やってたんだ。何やってたんだマジで。いやーまあヘボメの攻めに見えてね、これが意外と強かったりするんですよ実は、はい、いやこのディガーが本命ですよと。でまあ高めでね、いやいい三重子じゃないこれ。まあポイズンで全溶けしちゃうけど、全溶かしもできちゃうよと。はい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 、矢の目使ってね。わあこれディガーでかいっすね。これディガーいなかった時考えたら怖すぎてやばい。ダメージ取んないやん。ディガーいなかったら。あこれさ、これない？あんた走りたい。行ってらっしゃい。タワーまで。タワーまで行かないか。いやでも、でもよ。俺のオシャンティ単体バルキリー。いやキャスケの爆発で。いやでもゴブジェフルで残ってる。あーそれこっち来そうだな。やなめとかたまたま使わねえかな。さあバルキリーが入る。いやーでかっ、このダメージマジでかすぎる。だから今回ライダー攻めから取ってねえのアホやん。なんでなかった。いやゴブリンバレルあったな。アホとか言うのよくないけどね。まあたまにあるよな、その相手のうわこれ取られたからこれ取って、うわそれ取られたやばいっつって、じゃあこれ取ってってしてたら気づいたらあれ俺攻めれねえんだけどっていうのはまあよくある。多分その現象にね相手は陥って。あーめっちゃいいキャスキフターそれ。さあこのディガーで、ディガーでしか考えてない。おゴルナイ、ゴルナイハッスル。いやめちゃくちゃマイティ勝てる。え、マイティってそんな勝てんだ。さあ勝てそうですけど、300、382削るのちょっとつらい。さあいや30しちょっといいっすね。おい拾われていくよね。30しで呪文を使わせ、ミニペッカー処理していく。でゴルナイドリーム、ディガーでさあ削って、これはもう背面飛び消そう。このゴルナイほいほい、運動神経抜群でした。はい、まあ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 まだね。いやこれはまあラッキーですね。たまたま相手の攻めカードがなかったと。はい俺が取ったからね、なかったと。よしさ、でかい一勝です。さあこれマジ大事だな。あーマジアチャとかあるのすげえ嬉しい。マジアチャエレキマジアチャ食いか文句か。あーこれ文句だな絶対。文句初手取って、文句ディガーも欲しいね。欲しいやつ全部取れそう。呪文取れ、呪文取ってけ。あーマジアチャ取ったら絶対ファイブ取ってくるけど仕方ないかな。てかこれディガー俺取んなかったら負けるんすよ多分削れなくて。なんでディガーも優先的に取っておいてからのよね、からの。うわー、まあ、めっちゃユニット、えこいつ呪文と施設取れよ、全然取らんやん、やばすぎやろ、全然取らんやん。ちょっと待って、呪文と施設取れって、これで呪文取ってくんね。俺の大事なユニット取ってかんで。よし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 、ウッドまで持っていけ。やなめでもいい別に。まあ、呪文を取ってくれて、ユニット取らんでほしいな、施設も。あ、施設はいいんだ。さあ、マジアチャ取りたいっすね、俺これ。まあでも、スケドラも強いな、なんか。ホバー。あ、でもホバーもスケドラも一応跳ね返せます、そういえば。やっぱ1コストってあった方が強いんだよね。ファイスピ？あー、スケバレ？俺これズルしてないよね。ユニットだけっすよね。なんか分かんなくなるかな、たまに。はい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 。はい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 。矢の雨。絶対矢の雨取りたいけど取れないな。これはゴブジャイで、スケドラとかのタギを取ろう。ゴブジャイからの、もう一個どうしよう。ゴブジャイからの、
まあ、ホグかロイジャイっすね。いや、ホグかな、冷静に。入るかな、ギガーホグでいこう。よし。マジ独特なピックだな、これ。さあ、相手今回、ほぼユニットやん。俺とあんま変わらんやん。さあ、ポイズン大砲の、え？攻めカード相手取ってなくね？ちょっと待って。取ってたっけ？攻めカードいなかった気がするんだよな、俺の記憶だと今。攻めカード取らないが、流行り。さあ、ゴブジャイで、まあ、これに大砲使わしてからの、まあ、どっちかにホグ、なんならディガーまで狙っていきたい。これ、この次でいいな。さあ、相手悲しんでる。これでホバとかも跳ね返せるんで、これホグディガーで固まったらさ、どうやって守るのっていう話ですよね。もう固まって、もう最強だ。よし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 。しかもこの後タワーがね、ディガーの方に行くんですよね。さあ、でですよ。お、ポイズン、これちょっとコストないポイズンですね。知らんけど。さあ、マスケドラ、お、また同じ。いや、待って、俺の相手またポイズンしかねえぞ。ちょっと待ってくれ。え、もう攻めカードはホバリング法ですよね。そういうことですよね。あ、節約してる、ホグ用に。偉いな、今回の相手。このように節約してたけど、節約はどうなんだ。さあ、ちょっと耐えればね、あえてポイズンしかないんで。あの、マジアチャでも射抜けるかな。いや、マジアチャ最強っすね、多分このユニットだけだと。小物系も処理できてダメージも稼げて、マジアチャ最強説ある。大砲使ってほしいな。ホグ飛ばせないっすよね。はいはいはい。いや、あれ強いな。もう文句、グーとエリック。おお、なんかいい感じに時間稼ぎされてんな。うわ、マジで偉すぎる。さあ、なんか暇な試合してんな、だいぶ暇な試合してるんで、ちょっとケツゴブジェで流れを変えようかな。1300しちゃう。いやー、これが遠いんですよね、やっぱ順ないとね。1300が遠すぎて、やべ、遠いから間に合わんか。あ、ですよね、使ったね。マジャチャネームが悪いけど、いい。ムート壊してくれ。さあ、僕で2発でけえ。そしてギギゴブジェ受け、この背中の槍で相手のソロはね、対応していくと。で、ここで、ああ、そう、ムートはね、間に合わなかったです。ムートでも削れる、幸せ。あ、これムートで全反射だ。え、ほぼも反射して、バルキリーの角度、目がいい。さあ、あとちょっとなんだけど、あとちょっとがね。遠いようで、めちゃくちゃすぐです。ホグ行って、こっちまで行って、よいしょ、何かは入るやろ。ん、耐えられた。おっ、天才マジアチャで。あ、やべえか。ちょっと待って、え、呪文は、あ、呪文ねえけど、文句最強でーす。文句最強だな。あと、ディガー拾われなかったら勝ちです。え、だから拾われたら負け、俺もしかして。これで拾われたらさ、笑いんやん。危ない。いや、呪文ねえ時の最後、これどうやって削んだ。もしよ、これ俺にディガーがなかった場合よ、どうする。文句もディガーもなくて、マジアチャもないみたいなことがあったとき、削れないよな。なんかいるかな、他に。ユニットで。最後、根性で。
叩き込めるやついるの、いんのか。さあ来た、エレジア来たね今回。ボーラーとかね、ホバー、いやでも、あ、ディガーある、ディガーある。で、モンクとディガーはね、取った方がいい気がする。いやー、あんた呪文取るの偉いよ。で、これ、インドラ取られても、やばいよな。インドラ取られてもやばい、やばいね。取って、ユニットオッケーなんだね。ユニットいっぱい取っていこう。あ、エレジャイ取られんのか。俺、取りたかったんすよね。え？エレジャイどうやって守るこれ。ん？あ、アイスピとラムで守れるな。エレジャイって。守れるよな。あ、ペッカいた、ペッカ。ガチで気づかねえだろ、こんな右隅に。ペッカペッカペッカ、絶対ペッカやん、こんな。ペッカユニットっすよね、だって。ユニットだと思うんです。あ、こうなったらちょっと強えぞ。スケバレもいいな。アウトローもいいな。いや、スケバレ取って、え、めっちゃ強え、めっちゃ強え、めっちゃ強え、これ。てか、エレジェ取ってくれたから。めちゃくちゃ強えぞ、今んとこ。あとなんだ？あー、ライトニングとか欲しいけどな。ボーラー。ホグ、なんだろうね。さっき俺ロケット取ろうとしとったな。危ね。またルール違反を犯すとこだった。まあ、アウトローと、まあ、やっぱ最後の攻めってところで、ディガーなのかなって思いがあるね。結局。ウォールブレイカー、あ、でもラムもいんのか。むずいね。ディガーでいいか。まあ、ディガーもなんか、ウッドみたいなとこあるしな。正直。ウッドより削れる。しかも守れるウッド。でも転がらん。はい。というわけで、相手はエレジャイか。まあ、やっとなんか攻めカード持ってる相手と当たりましたね。文句ちょっと強いんだよな、エレジャイに。さあ来る。いや、これペッカでね、刻めばいいから一旦ね、刻んでもらって。いや、ペッカめったに取んないかな。さあ、で文句で反射して、え、マジスネーク、この位置のアウトロー微妙。ああ、すげえ強いやん。めっちゃ削られるやん。で、檻を持ってるんで、ここは、で、トルネードもあるんで、無理に行かない。で、いいやつさえたら行きたかったんですけど、これラム系でもよかったけどな、檻やってたかな。さあ、最強ディガーです。攻めにも守りにも使える。今来たら、多分ラム文句で止まるっすね。でスケバレね、端前出していいんですけど、キング業されるの嫌なんですよね。そう、だからラム行っちゃいます。あ、遅れててもよかったかな。まあ、これで、だってね、両方、もう一枚いるんじゃない？頑張ってんのかな、それだけで。はい。で、ホバー来たら、またアウトロ出すかな。あー、それ。え、強っ。いや、橋回チェックうまうますぎだろ。いや、でもこれペッカ絶対止まんねえ。お前ペッカ止まんねえだろ。いけ、3発バルキリー、女の子とか関係ない、刻んでもらって。あー、うーんって感じでしたね。橋回エリジアもちょっと怖いけど、はいはいはい。いや、流れは全然いい。さあ、またこれはペッカ、やっぱ呪文ないんでね、あの、アチャクイとかホバとかが相手陣地でちょっと残っちゃうのがね、嫌ですよ。まあでも、まあ、文句いるしな。いや、これちょっと強えぞ。マジ。いや、トレネ持ってたしね、移動だけされないようにして。いやー、あれ、端前くんのかな。うっ、でかっ。これちょっと反射しようぜ。確実に、実にね、耐えたい。はい。
よしよしよし。確実に耐えながらの、ここの端前で、それを使う。これだ。いや、これ絶対きつい。で、この裏ディガーがまたいい。トリネを絶対前に使いたいし、ちゃんと。ラムライダーがいいね、ラムライダー。いやー、ラムが、もう一つ殴るですね。オッケー。いや、ラムねー、マジで強いんだよな。こいつも呪文みたいなとこちょっとあって、そのね、縄でやっぱコウモリとかをさ、やっぱ処理できるわけよ。小物をね。だから、こういうユニットだけロワイルと時の、めっちゃ最強カード。ぶっちゃけ、マジアチェとラムは。エレキとかもね。あ、プリンセスもいいな。今回、大当たりだ。インドラ取って、あーでも、ウッド系が、ウッド系厄介っすね。ゴルナイ、うわ、何取ろう、これ。ウッドー。まあまあまあ、そうですよね。だからこその、俺がプリンセスを取るっていうプランも、ちょっとあるけど、まあ、マスケだな。一旦ね。文句を取るのか、ゴルナイを取るのかっていう、結構悩むところに今いるんですよね。うわ、悩む。悩むね、これ。インドラっとこうかな。なんとなく。え、立場一緒？うわー、これ。これやばい。ガチで小物。これは、いや、雪玉とかあるんか。まあ、ハイスピーゴブリン、アンパイかな。だいぶアンパイ。いや、バルキリーでもよかったけど、ちょっと攻め考えよう、攻め。ホグバルーン。攻め呪文がないんで、ジャイバルーンとか。エリキ跳ね返せれないしな。エリキ跳ね返せれないんだよね。まあ、ゴルナイだな、でも。ゴルナイの、エレジャイ、バルーンディガ。お！ときめいちゃったよ。ときめいちゃったよ。さあ、からの、相手が、ババコヤぐらい取ってこいよ。いや、これ、バルーンのさ、カードがねえんだよ。まあ、エレキ、エレキ、エレキ。ゴルナイティ生きるやろあれは。あ、ディガーがある俺。これ絶対ディガーっすね。で、もう一個はワンチャンホグでもいいし、ゴブジェイでもいいし、バルン、あ、ゴブジェイ取られんのか。まあ、ディガーを取って、もう一個、どうしよう、ミニペッカとかいるかな。エレジャイディガーだけだったらちょっと弱いんだよな。ゴブリンもいるし、守れるか。じゃ、攻めだね。まあ、ホグかバルーンかってところで。いや、ホグでいいか。バルーンである必要がないと。さあ、合ってるよね。ちゃんとユニットしかいないよね。ズルしてないよね。たまにズルするかな。本当に気づいてないんだけど。はい。さあ、かかってきなさいよと。何取られたら嫌だろう。スケブとか。あー、いや、もう小屋も嫌だよね。だって呪文ねえもん。あんた最強なんだよ、小屋選べば。さあ、よろしく。うわ、え、お前ずるやん。え、マジずるすぎる。仕方ないか。これに文句言っても何も変わらんな。え、大砲使ったやん。エリジャイからのさ、エレキにディガー出て。エレキ来たらゴブリンでいいか。いや、エレキいなくなる。いやー、ちょっと行ってもよかった気もする。大砲がね、相手回転早いんで回っちゃうんですよね。あー、これもあんのか。あー、そう、忘れてました。まあでもなんか暇だし、行っても面白そう。うん、食いそう。で、ゴブリン追加はね、相手ウッド持ってんすよね。え？うつ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 。
いや、めっちゃいいゴブリン。え、これもう事故ったくね、なんもなくね。いやーさ、神判断だゴブリン。ゴブリン追加で、よし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 。いや、ユニットだけ普通に強いんだよな。ユニット強い、エリジャイだって、エリジャイ出しとくだけでね、相手辛いもんな。さあもうケツエリジャイしたい、気持ちよく。さあ小屋、いやディガーあってよかったな。今んとこディガー 100% ぐらいで来てる気がする。ディガー来なかったら、来なかった時は来なかった時で頑張ればいいか。はい、でもう、あのエレキとかもね、いない、走ればいいか。延命されるけど、お、延命されるけど、ここで走る、やっとね、走れるよ。行ってこい行ってこい行ってこい、連打連打連打。マジ今やばくね。意味わからんもん、ほんまに意味わからん。吸い付きすぎやろ、綺麗。はい、じゃあ一旦耐えてリセット届かないの、いいね。あーいいんだ、よし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 、走って、今度は走れるだろう。はいはい、いや、いいね。アイスピゴブリン。はいはいはい。マスキーがね、めっちゃ入ってるよ。さあ、逃げ切って、いいね。よしよし。いや、多分今んとこね、ピックだいぶ、まあ、ピックがいい。なんか選択のカードが悪くない気がすんな。本当になんか攻めカードないみたいなことないじゃん。ね、ゴブドリとゴブリンバレル、スケラー、なんかそっちに寄りまくってみたいなね。俺の選択肢はみたいな事故がないから、今んとこ救われてる気がするけど。どうでしょうか。さあ来た、あ、ロイジャイもディガーもある、あ、幸せ、バルもホグもある、何でもあるやん。さあ何を取ろう、モンクかゴルナイかっていうのがだいぶ重要なんですけど、うーん、まあ一旦ザッピー、一旦ザッピーとか。正解はね、絶対ウッドとかやらめなんですよね。うーん、ドリルはいない。あ、ドリルもあんのか。ダクプリを取って、攻めから俺が全部取ってしまえば勝ちみたいなとこあるかな。小物系は今回いらないよと。まあ、ダクプリ取って、盾の戦士とかもね、ちょっと欲しいんだけどね、山組とか、ヒースピリンじゃね？だって小物系ね、全部溶けちゃうっすから、ヒースピ取って、あー、ゴルナイ取られたから文句かな。文句でも俺ゴルナイだったかな。小物系を突破できない気がする。インドラ、インドラちょっと強いかな。インドラちょっと強い。あ、でも俺ザッピ持ってんのか。まあ文句の削りですよ。でディガーの確実な削りと、うわー強いぞ今。あとはまあアンパイホグバルーンですよね。バーバリアン、うーん、あー、アウトロー転がすか。で、いや、バルーン、いや、でも体育アウトロー時だけかワンチャン通るかな。ホグバルーン、ホグと、いや、ホグ取って相手がゴブ折りとか取ってきたところをバルーンで重ねていく。あ、インフェ取るならバルーンいないやん、もうどうして。ダメじゃんそれだったら、どうしよう。いやー、あー、めっちゃ強そう。んー、これどうしよう。いや、でも俺はやっぱモンクディがあるんで、ロイジャイとかジャイよりはバルーンの方がいい気がした。はい、行こう。いや、相手のデッキ美しいな、完成されてる。ワンダーウーメン、よろしく。あー、そのガチできつい、ごめん。あ、遅れた。うわー、ボーラでね、ゴブリンバレーで完封できるんですけど、俺が鈍いばっかり。インフェね、インフェしかない、逆に言うと。インフェしかない、フォグ飛ばしてインフェ使ってくれたらアド取れます。ヒースピーガチでおもろいな。1コストなんだよ、大事な。
アウトカット引きはでも文句でしばきながらの、おこれさアウトローですね。あとアウトローたまたま下がねえかな。まあホグは今刺さるっすね。ホグ出してアウトロー来たらバルインコ、熱い。まあ焦んなくていいな。でホグとバルーンあるからさ、いいけだけじゃ相手足りんくね。冷静にガルガチ衝撃強すぎ、速すぎ。これダックルエンミしたい。あー飛んじゃったら次とんの早いんだよ。走るのか、止めろ。いいね。さあ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 、まあ悪くはないよね、悪くはない。まあバルまだ隠してる、まあ、覚えてるかさすがにメガドラフトで隠してるとか無意味か。恋バレる、来ない。まあここで、あーそうっすよね、このインフェをねどうやって突破しようって話なんですけど、もう物量でいけそうな気がする。あ、でも これさ、あーめっちゃいい位置だ、そのインフェ。俺のこのディガーの位置がと違えば、あでもザッピリセットした絶対それしちゃいけんかったやろ。ザッピリセットしたんで、右、左もすごいことなってる右、あザッピがすごいことしてる。あれ一生岩転がしてる、援護してる。おーインフェ、インフェね、嫌でしたけど、まあ、ホグもバルーンもあればディガーいいね。あタゲ取れるからインフェな、一瞬てかディガーそこなんだろ、マジ強いな。どんな状況でもディガーだけでひっくり返せそう。さあ勝ちましょう。来たディガーある、公衆砂と、どんな名前やねん。あーロイジャーフェニックスいいな。あー着衣取られるのか、いやでもフェニックス取って、分からんけどディガーないと終わるのは間違いないあエリババあるな、ジンギあるな。どうしようかな、アウトローもちょっと強い。まあ俺はゴルナイか文句か、どっちを取ろうってか。あ待って、最悪、あーごめんなさい、ルール違反やりました。やらぶ使いません、あの多分マジ最悪だ、もうね間に合わないことよくあるわ。あーやらぶ取ったから俺が盾の選手を取ってっていうね、あのせこいことができるわけですよね。まあ文句取っとくか何がユニットなんだっけ何がユニットで何がなのか何も分かんなくなっちゃうなこれ。アウトロー取って、はい、ミニペックがいいのか。まあラムライダーですかね、ラムライダーゴブじゃいいか、今んとこ良さそうなわ。ラムゴブ、ロイジャイはねミニピルトね、いや攻め絶対通んねえよな。まあ矢波を使うなら通るんですけど、使わないだとまあラムと、マジで2ミリぐらいエリゴリ見えるんだよな。まあゴブじゃいいか。あー、まっ、あーユニットだからいいか。あマジこれ10秒、ええ時間やな、マジいやマジヤナミ取ったから普通のデッキみたいになったわ、やらかしたな。
使えません。何があっても使えません。どんなピンチでもやらんで使えません僕は。はい、宣言します。使った瞬間負けです。そんな さあポイズン、オリアチャクイミニペッカーで、ミニペッカーを使ったね。オリアチャクイか、あーインフェ取ってたんだ、気づかなかった。これちょっといいんじゃない、わかんないけど。卵、おマッスル、あーマッスルが殴っちゃあかんねん。さあベビードラで早めに処理、圧着しかないっしょ。はいはい、でも圧着に処理されてみたいなね。うんうん、やなめ持ってんのが相手への圧になってたらいいな持ってはいるからな。さあ早めにやって消えて、いやもう文句の地道なダメージね、反射で勝っていきたいよ。耐えろ、でかいこれ、縦の戦士マンの杖。インフェで焦げるけど、いやこれでできるだけ竹取ってディガー刺され、よし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 、さちまちまいけよちまちま。ラムはねもう正直余裕があったら出すぐらいで、受けとかでね基本出さなくていいな。圧着が嫌だね俺。お、いやマジでどう考えてもやなめなんだけど、いやいいね、いや結構いいぞ。しかもこれ文句で削るから俺縦線さえだ、縦線いないの結構幸せです。これガール残りそうで、え熱いで反射して残れ、うっあー今の反射で遠い遠いってめっちゃ熱かった。これ圧着いないと対空ないよねのベビドラですちょっといいベビドラ、ベビドラ残ってるし、いいねか。さあインフ使ってくれた。さあ640だな、気づけば。これゴースト残しとけばぶっちゃけドリル後ろかな。じゃあ右ペカ来たんで、うん、あやべ、そんなカードがあったんです。うわ今なんかミニペカすげえステップ踏んでた。さあまあ攻めたいのは右なんだけどね、 D がないんで攻めれない。さあケツラムして、まあインフェかな。跳ね返して、あーめちゃくちゃいい防御されてる。ちょっと危ねえかな。513がほんまに遠いんだ。さあ毎回裏やばい、これ圧着入る、あ圧着やばい。おそれは芝です。縦線、縦線がねいるんですよね、リガラム飛ばすのに。おこれはもう終わったでしょ。いけ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 、マジでこれドラゴンタイムです。めちゃくちゃ重たいかな僕って。そうなんですよ、即食いのフェニック。さあガール入ってオッケー、最後ゲームね。まあちょっとヤナメ取っちゃったのがね逆に強かったかもね、相手に申し訳ねえ。さあというわけで順勝。